そうさ、合コンセッティングしてよ。またですか。いやもう最近ご無沙汰だからこっちも。いや、まあやってもいいですけど、先輩スッチじゃなきゃいいっていうじゃないですか。いやそれだってもうスッチと合コンでしょ。もう合コンといえばスッチでしょ。もう見たらいいんだから。いやそんなこと言ったら怒られますよ。えスッチ、しかもね、最近スッチじゃなくて、うん、CA って言うんですよ。あー CA で何、あの Can accept って、まあ、俺もアクセプトしてほしいわ。何言ってんですか、もうほんとスッチ好きですよね、先輩。いや、なんでそれ、まあ、合コンスッチってさ、やっぱりもうどこの憧れだろ。いや、スッチの何が上手いんですか。いやー、美人ですよ。いや、他のいるんだって美人いっぱいいるじゃないですか。いや、だから英語ともできるでしょ。いや、だったら外資系の終わりだってネイティブバリですよね。いや、ああいうなんかもうバリーキャリアみたいなのってもうなんか怖いじゃん。なんかもう高飛車っぽいしさ。いや、でもそっちの方が高飛車っぽくないですか。いやいや、もう彼女たちはもう気遣いがすごいんだよ。いや、だって気遣いがなかったら仕事にならないじゃないですか。いや、だからもう、スッチがいいんだよ。いや、もう、わかりました。じゃあ、セッティングしますけど、その後デートとかちゃんとしてるんですか。なんかうまくいった話聞いたことないですよ。いや、してるよ、それは。え、本当ですか。やるな。いや、やるときやるよ。うん、すごいっすね。え？いや、だって、この前、最近だってさ、1ヶ月前からも調整して、そんで、もう個室予約して、でもう彼女 の好きなワインリザーブして、そんで、フレンチのね、フルコースしてて、そんで、もう帰るタクシーまで行ったんだから。え、でも彼女は一人で帰ったんですよね。もう自分とも幸せだったよ、もう。いや、それはデートじゃなくて、接待でしょ。バイウィーなんですか、ちょっと。ウィーじゃないですよ。ウィウィーじゃないですよ。You guys come up with any ideas or words or topics that you want us to work on this unseen channel, you should comment on this video. Thank you.